今回はなんか、雰囲気違うな。今回はちょっと時事ネタ、社会問題に踏み込むよ。うぷ主、柄にもないことはしないって、言ってたのにな。うぷ主も市民国民だからね。社会問題意識くらいあるよ。今回の話題はこれ、松戸市のご当地 VTuber、都城凛花さんが、全国フェミニスト議員連盟に弾圧された件、よ。またドストライクに世俗ネタぶち込んできたな。これは千葉県警が、松戸市で人気のご当地 VTuber の都城凛花とコラボした交通安全啓発動画を公開していたら、全国フェミニスト議員連盟が抗議文を送りつけて、動画を削除させた。っていう一件だな。私たちは、啓発動画に松戸市ご当地 VTuber の都城凛花を採用した千葉県警、松戸警察署松戸東警察署に強く抗議し、当局の謝罪、並びに、動画の使用中止、削除を求めます。本動画は、女児を性的な対象として描いており、女性の定型化した役割に基づく偏見及び慣習を助長しています。都城凛花という VTuber アニメキャラクターは、セーラー服のようなウェイで、丈は極めて短く、腹やへそを露出しています。体を動かすたびに大きな胸が揺れます。会話極端なミニスカートで、女子中高生であることを印象付けた上で、性的対象物として描写し、かつ強調しています。公共機関である警察署が、女児を性的対象とするようなアニメキャラクターを採用することは、絶対あってはならないことです。随分強調するな。しっかり現地取っておくよ。女児を性的な対象として描くキャラクターを採用することは、性犯罪誘発の懸念すら感じさせるものですが、採用決定過程においてどのように検討をされたかお答えください。もう、ツッコミどころ満載なのよね。胸が大きいって言うほど大きくない、普通の女の子キャラだぜ。性的対象物っていう感じでは全然ないのよね。性犯罪誘発の懸念すら感じさせるって、全く同意できないぜ。あんまり色々言っちゃうと、燃えないって言ってるようなもので、絵師さんをディスったような方向に脱線してもいけないわね。本質はそこじゃないよな。そう、仮に都城凛花ちゃんがエッチなプロポーションしてたって、そこは関係ないのよ。まあ、程度問題だとは思うけどな。代わりにスーパーソニコ出てきたら、ちょっとヤバいかもしれないぜ。それはやりすぎかもね。でも、ソニコだったとしても、セーフかアウトかを決めるのは、フェミ議連の人じゃないと思うよ。子供たちが交通安全啓発動画を見てどう思うか、そこが判定基準だから。フェミ議連は審判じゃないから、子供たちがソニコ、変、おかしい、いやらしい、見たくないって言って、初めて NG だろうな。そして都城凛花ちゃんには、そういう悪評は立っていないのよ。ガイアが何言ってんのよって感じ。一方的に性的対象物と決めつけて、警察がそういう性的対象物を採用することは絶対あってはならないと、決めつけて、こういう性的対象物は性犯罪誘発の懸念すら感じさせる、性犯罪誘発の懸念すら感じてるのは、フェミ議連、あんたらの脳みその中の話じゃないか。まともな普通の人を巻き込むなぁ。この件は、ここで一旦置いときましょ。すでに多くのネチズンが、反対の声を上げているからな。フェミ議連の蛮行は、自分の価値観を押し付けただけにとどまらないわ。奴らは、女性の社会的地位向上と解放を謳いながら、女性の自由な活動を奪ってしまったのよ。都城凛花をプロデュースしている人、つまり VTuber の中の人がいるんだけど、それが女性なのよ。株式会社アートストーンエンタテイメントの板倉節子さんなのよ。つまり、女性が自主的に会社を経営して、女の子のキャラクターを作って、人気 VTuber に育てていたの。それが実態。それを、可愛い女の子のキャラクターは、女児を性的な対象として描く行為であり、絶対あってはならないことです。と言って潰してしまったのがフェミ議連よ。自称フェミニストが女性が自主的に立ち上げたキャラクターを潰すなんて価値観の多様性が尊重されるべきこの時代に、絶対に許すわけにはいかないな。
まあ、謝罪撤回してくれたら、許すべきではあるけどな。それで多くの人が謝罪撤回を求めて、署名をしたのよ。ウプ主もね、署名を始めた人は、別のネット活動家の正式アロンさんね。その人を、大田区議会議員の、荻野実さんが後押ししている感じね。ちなみに、参議院議員の音喜多駿さんも推してるみたいね。全国フェミニスト議員連盟の回答、期待するぜ。誠意ある回答があれば、きっと和解できるかもな。それで、返ってきた回答はこれよ。提出した文書は、公的機関としての認識を問うたものです。当該動画の掲載も、削除も、共に千葉県警によるものです。まあ、その通りだな。削除は千葉県警がしたことだ。って、削除を強要したてめえらが言うなぁ。これってさ、自他非に追い込んだ俺は悪くない。自他非した奴が悪い。自分を殺したんだからなっていうのと、同じよね。そして、皆さん、議員にどれだけの力がおありと思いか知らないですけど、まさか地方議員が警察に圧力をかけて動画削除できるはずがないでしょう。だと？やったんだろうが、やっておいて、これかー、ふざけるなー。散々圧力かけておいて、あとは折れた側の問題だ。って、もう話し合いで意思疎通できる人たちではないな。だから、全国フェミニスト議員連盟って、タリバンに似ている、っていう批判も出ているのよ。笑えないけど、うまいこと言ったな。タリバンは女性を守ると言って、女性の権利を奪うからな。オバタリバンっていう言葉が生まれたくらいよ。オバタリアンが敷くタリバン体制っていう感じね。最高に風刺効いてるな。流行語大賞に選ばれていいレベルだぜ。まあ、ないでしょうね。流行語大賞って、ユーキャンっていう式用が、選考委員を数名集めて勝手に決めているものだからね。年末になると、マスコミがこぞってニュースのように報道するけど、こんな言葉、流行ったっけ？っていうものが多いよ。それは置いといて、フェミ議連の圧力に屈した千葉県警っていうのも頼りないな。いじめられて自殺する子に例えていて、情けなかったよ。議員の圧力を受ければ、不祥事ももみ消しそうで、なんとも不安だぜ。悪しき前例を作っちゃったね。そもそも、フェミ議連が根底から間違っているのは、性的表現の基準を自分たちで勝手に決めてしまって、社会に押し付けたこと。これは全く民主的でないよな。次に、女性が自らの意思で行っていることと、女性が強要されていることを取り違えたことだぜ。そして、フェミニストとしてあるまじき行為だったことを批判されて、自分の非をうすうす察すると、私たちは言っただけ。削除したのは相手だからと、責任を相手になすりつけたことだな。しかしなんだろう、他人を批判する動画って、やっぱり建設的じゃなくって、気持ちよくないな。そうね。でも、この人たちは議員さんなのよ。この人たちに、表現の自由を奪えるほどの力を持たせたのは、誰なの？でも、選挙でこんな人を選んだ覚えはないと、誰もが言うと思うぜ。正しくは、選挙に無関心であることが、こういう人たちを生んでしまったのよ。全国区の衆議院選、参議院選や、大規模な知事選だと、注目度が高くて、マスコミもこの候補はこういう人って報道してくれるから、わかりやすいのよ。そういえば、全国フェミニスト議員連盟の人たちって、県議会議員すら少なくって、市議会議員、区議会議員が多いな。しかもこの人たち、無所属っていうくくりで立候補したり、なんとか市民ネットワーク的な、ふわっとした、方針が見えにくい地域政党に所属しているから、考え方や、立ち位置もわかりにくいのよ。そして、地方の人口が少ない村ならともかく、東京の区部とか、首都圏の支部、地方の大きな市って、立候補者の顔ぶれって、なんとなくわかりにくいのよ。そうすると、日頃仕事に忙しい人とか、どうする？よくわからない人に票を入れるのは、無責任だよな。すると、知らない人ばかりだと、なんとなく、危険。そうすると、有利になる候補は誰？組織票が多い人が強いって、言われるな。あ。
無関心層が多ければ多いほど、一部のコアな支持者がいるだけで、当選できるってことなのよ。ウプ主がこの動画を作った理由って、そこにあったのか。実はウプ主、市議会議員選挙を軽視したことがあったのよ。今回の、誰のメリットにもならない、一部の地方議員の暴走を見て、反省することと、警鐘を鳴らす思いで、この動画を作ったの。正直、今回の途上凛花ちゃんの件は、私たちとあんまり関係がないと、思っていた節もあったんだよな。ほら、私たち、胸もお尻もない、ただのまんじゅうだから、性的要素皆無だぜ。全身を出したって、ほら、エッチ要素は全然ないぜ。足元なんかも測らずも、空通運動している人にも共感してもらえるはずだぜ。どうかな？フェミさんが東方キャラをしたり、ゆっくり動画を作っているのは、見たことがないよ。現状は叩きどころが見つからなくて、黙殺しているだけかもしれないよ。そういえば、胸がなければないで、幼女認定、ロリコン扱いで、叩かれそうな気がしてきたぜ。それでは、ドイツのルター派の牧師、マルティン・ニーメラーの有名な言葉で、そろそろ締めにするね。ナチスが共産主義者を弾圧した時、私は何もしなかった。共産主義者ではなかったからだ。ナチスが社会主義者を弾圧した時、私は何もしなかった。社会主義者ではなかったからだ。ナチスが労働組合を弾圧した時、私は何もしなかった。組合関係者ではなかったからだ。ナチスの弾圧対象は、学校、新聞、ユダヤ人と広がったが、私は何もしなかった。牧師だったからだ。そして、ナチスの弾圧対象が、ついに教会に及んだ時、私は抵抗しようとした。しかしその時はすでに手遅れだった。フェミ・ギレンをナチスに例えるのは、ちょっと大げさかもな。まあ、可愛い女の子の絵や人形を持っていても、ガス室には送られないでしょうね。ただわいせつ物の単純所持という罪状で、逮捕される時代が来るかもね。そんな拘束感たっぷりの、閉塞感の強い社会は、フェミさんも含めて、誰も楽しくないだろうにな。私が言いたいことは、途上凛花が叩かれても、私たちには関係ないっていう考えが危険だっていうことよ。今回の全国フェミニスト議員連盟の暴挙は、文字通り主義主張が暴走してしまって、コントロールできなくなってしまった節があるのよ。自分たちのやったことがコントロール不能だったから、起きた後の事柄の責任を、相手にぶん投げたり、自分たちがやらかしたことを、できないことにしちゃったり、本来恥じるべきことを、恥ずかしがることすらできなくなっているのよ。こうしてみると、ちょっとかわいそうだな。だから、全国フェミニスト議員連盟を全力で潰そう、っていう闘争心で対処するのは、ちょっと違うと思うの。それで、こういう人たちが出馬する、市議会議員選挙などの地方選も、しっかり見守る必要があるって、いうことなんだな。極端な考えで、社会を変えって悪くしてしまいそうな人は、一人一人の投票で、ふるいにかけてあげることが、長い目で見れば、その人のためだとも思うの。フェミさんが好きな指標にジェンダーラップ指数というのがあるが、日本で改善すべき指数は他にもあったな。投票率だぜ。これは他国に比べてかなり低いらしいな。そう。そしてこれは、市民国民の意識一つで向上させることができるよ。選挙なんて、ざっくり年に一回くらいじゃない？選挙戦が始まったら面倒くさがらずに、自分の選挙区の立候補者をネットで調べる。そういう習慣を身につけるべきね。調べた結果、この人になら一票を託せるとまで、言える候補者が見つからなくても、この人はまずいなっていう候補の票を拡散する、という票の投じ方もできるしな。今回の一件で、再認識できたことがあるね。地方の議会選挙であっても、面倒だとは思わずに投票に行くこと。皆さん、選挙は極力行きましょう。